剛柔流以前はナハティと呼称され、ナハティを代表する武術家が比嘉女官僚です。比嘉女官僚は中国で南波少林拳を学び、帰国後その技法を琉球古伝のティと整合させ、沖縄独特の技法体系を確立しました。沖縄剛柔流は比嘉女官僚の皇帝宮城長順を流祖としています。沖縄剛柔流の特徴は剛柔ドントといって、攻防の技は全て呼吸法で決まります。その呼吸法の鍛錬型は剛の三鎮と柔の転生という基本型があります。はい、